はい、進撃の巨人やっていきたいと思います。やっとあの壁画遠征が進みましてこの先ね、行けなかったんですよ。今はとにかく正確な情報を集める必要があります。あ、俺も動こう。町の住人が無事ならいいのですが。ストヘスクからウォールローゼに戻ったリヴァイは、調査のため巨人の襲撃を受けたという町に入っていた。生存者はいたか？一人もいません。みんな食われちゃったんでしょうか？でも死体が一つもないなんておかしいですよ。どこを探しても血の跡すらありませんよ。じゃあ町の連中はさっさと避難したってことか？そうですよ、きっとそうです。そんな情報は入ってねえし、避難した痕跡も見当たらん。ってことはどういう？さあな。兵長、町の周囲から巨人の群れが接近中です。ち、迎撃するぞ。妖怪です。うわ、すごいなこりゃ。町の人たちがいなくなってしまったと。わあ、巨人包囲網やばいねこれ。やばい。おそらく獣の巨人が近くにいた。巨人を殲滅し、はい、やつを炙り出す。オッケー、巨人たちを殲滅しか。殲滅します。囲まれて不利に四方の塔を使って。ああ、なるほどね、塔に行くんだ。うわ、難しいこれ。地方の塔を利用し巨人たちを迎撃せよか。でもさ、これ真ん中が結構やばいんじゃない今。どうすればいいの、どうすればいいの。苦戦してやがるのか。苦戦してやがるのか。うわ、やばい。これね、これが分かんないんだよね。あ、いった。見つかっちゃってずっとこう見られてる時に後ろに回りづらいっていう、難しいな。ちょっとこの辺全部とりあえずやっつけてからの方がいいんじゃないかな。あ、そっか、でも先に、そうだよね、腕を狙えばいいんだもんね。そっか、そもそもそうだよね、後ろに回れないから腕を狙うか。うわ、あ、まずい、間違えた。間違えた。 OK。 いや、でもうなじ狙った方が絶対早い気がする。よし、俺の敵じゃ。待って、近くの救援要請行こう。うわあ、待って待って、ちょっと待って、危ない危ない危ない。嘘でしょ、マジか。ここなんだ、ここは、ここはなんだ。えらいいる。あ、他者の救援に成功、よかった。やべ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 、これなら勝てますよ。本当、勝てるかな。よし、俺の敵じゃない。で、上の救援要請を行かないとまずいね。わかった、ちょっとこっちの敵もやっつけつつ行こう。オッケー。この音は、これが報告にあった巨人の投石か。うわ、すごいよこりゃ。全員立ち止まるな、標的になるぞ。はい。投石、投石来るの、また。まずいじゃん、めったにないよ。オッケー。だがのんびりはしていられねえ。塔が奴らに壊されるまであとどれほどか。やばいな、壊されないようにしないとダメか。今でも、あ、やばい、あぶねえ。うま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 。そしたらここはオッケーでしょ、ここはオッケーでしょ。オッケーっていうわけじゃないのか。あ、いた。あ、わ、この投石きついわ。投石きついけど頑張ります。よし、やっと救援要請いけそう。まずいんじゃない？やばい、負けちまう、負けちまう。待って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 。うわ、すげえ、ここで一人で頑張ってたんだ。このまま押し切れそうだぞ。本当？いけるかな。うわ、ちょっと救援要請がめっちゃ多いじゃないの。確認しました。はい、でも下行かないとダメだよね。うわ、投石やば。コニー助ける。待って、こっち行く、先に四方の塔行こう。これは壊されちゃったらまずいでしょう。いける。
よし。うわあ、めっちゃ、ちょっと待って。ああ、待って、待って。やべ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 。うわあ、これどうしよう。まずいな。被害やばいね。トーマ崩れそうだ。うわあ。まずい。北東？なに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 、待って。出ました。焦っている、すごく、すんごい焦ってるよ。いけない、いけない、危ない。待って、ちょっと待って、落ち着け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 、いける。 V に命中せず、うっそ、わすげえ、ここで苦戦してる。なにこれ、どうすればいいのこの敵。あ、オッケー。北東がやばいっつってたっけ。あ、落ちた。北東、あ、右、右にも。あ、どうしよう、どこ行けばいいの。え、これめっちゃ難しくないですか。北東の被害が甚大だって言ってたよね。そろそろ出てきても良さそうだ。よし、行ける。あ、嘘、もう早っ。テンパってる時に出てこないでください。うわー、そしてあれか、投石のスピードが上がるわけだ。辛いぜ。獣の巨人、獣の巨人を確認、こっちに来るぞ。やめて、好き放題やりやがって、好き放題やりやがって。だがそれも今日までだ。許せん。いける、オッケー。うわ、すごいいっぱい来ちゃった。よし、巨人に塔を狙わせた。あ、いって、うっそ、マジか。ちょっと待って待って、うわー、すごい投石に当たっちゃったよ。投石に当たったの初めてかもしれない。でもオッケー、ちっちゃいのは大丈夫なの。でかいのがさ、でかいのが、あの、でかいのに見つかると追っかけてくるんですよね、めちゃめちゃ。やばい、そろそろあっち、まずいな。コニーがやばい。待ってね、助けるよ。オッケー、巨人にやられっぱなしだ。やられっぱなしだよ、本当に。なんかこんなに苦戦することあんまないですもんね。あ、あるか。もうテンパっている、テンパっている。こっからこっから巻き返そうぜ。そしてね、馬を青いのに、かうわー、青いのにね、戻してみました。こっちの方が足が速いんですよね。ここはまずいね。ちょっと救援物資もらってこうかな。塔の上にいますよね。あぶねー、V に命中せず、やばい、まずい。お、ナイス。そしてあと1匹。うわー、うわー、ロンゲロンゲ、オッケー。次、次はお前じゃ。はい、オッケー。どう、どんな感じ。救援飯ください。ちょっとこれは、うわ、まずい。助かる、ありがとね。言ってやらねえと持たねえか。持たないね。い、急ごう急ごう急ごう。うわ、テンパりますね、獣の巨人。あまり、あ、ヒッチさん、あまりにも多い。多くて間に合うか。ギランブーストじゃん。よしよし、巨人がいるわけ。え、次、いや、燃えますな、これは、なかなか。はい、うわ、あっちにも。オッケー、ボンベ変えた。行きましょう行きましょう行きましょう、どんどん行こう。連弾、やばいってことだよな。あなたは調査兵団の。助かりました。いいね、いいね、協力します。ありがとう。あ、あれなんだっけ、マルロだっけ、
名前忘れちゃった。マルロかな。あの憲兵団の新兵なんですけど、あの結構ね正義感の強い人だった気がするいた、マルロ待ってろよ、助けてやるからな。いける、オッケー。こんなところに巨人がいるんだ。ナイス音響弾。よし、ここはもう OK かな。 OK だね、行こう。マルロ連れ、助かりました。あ、いいや、やっぱり俺は憲兵団です、協力させてください。いやごめん、憲兵団いいや、大丈夫です緊急討伐。面倒な奴が現れたみたい。でも緊急討伐は別にやる必要はないですよね。やった方がいいんだろうけど。よし、なんかちっちゃいのが1匹ずついる。なぜだ。あ、どうしようかな。あの補給兵がいるところちょっと行った方がいい気がするんですよ。上なんだよね。いた、どうしよう、行っちゃいますか。もううなじを防御している状態で一定時間経つと暴走状態となります。この状態では有効な攻撃が当てづらく、攻撃も激しくなるため回避することに専念しましょう。両足を破壊しておくことで暴走状態を封じることもできますが、うわどうすっかな。これ火炎瓶行くしかないよね。でもね、いける、燃えろー。燃えた、燃えてない、燃えてないな、燃えてない。嘘、燃やすつもりでいた。よっしゃ、今だ。補給兵出現？何の？あ、火炎瓶のかな。火炎瓶の補給してほしい。まとめて相手して。おりゃ、燃えた。よし、今のうちに足を狙って。足を狙えば動きを封じることができるって言ってたもんね。あらかじめ動きを封じつつ。よしよしよし、足狙って次腕、次は腕、オッケー、ナイスナイス、超ナイス超ナイス超ナイス、オッケー、いいよ。あ、うそーん、待って待って、ブブブブブ、火炎瓶火炎瓶、オッケー、よっしゃー、燃えろー。あ、撃退した、オッケーオッケー。わ、すごい味方が旋回してる、すごい、なんかすごい素敵やっぱりね、撃退するしかできないっていうのが、いやもう仕方ないですわ。あ、でもあの討伐、全部討伐はできなくても S もらえるんですね、よかった。はい、なんとかあれだね、副任務も全部こなすことができて、まあ全部倒すことはできなかったんですけど、一応ね S も討伐数 S もね取ることができたので、まあまあ良かったかないやー大変だったな。でも案外早く終わりましたね。こんなに早く終わると思ってなかったんですけど、やっぱりあの後半になるにつれて巨人の数とかもすごく増えてきましたよね。多分ね、壁画遠征行かないとこの先行けないんじゃないかなって思うんですよね。あ、ミケさんじゃん。わ、身長差がすごい。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方は、こちらのアイコンをクリック。スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。